マックスニーストラップ JP プラスは膝の不安定さから起こる不都合な動きを制限します。それでは装着手順をご説明します。まず正しい位置で装着するためにサポーターをこのように膝の後ろに合わせます。膝を少し曲げ足に力を入れた状態にして下のストラップを8割程度の固定力で止め、続いて上のストラップも同じように固定します。最後にサイドパッドの位置を確認し軽く膝を曲げ、上下のストラップをお好みの固定力に調整してください。これで装着完了です。マックスニーストラップ JP プラスは4本の内蔵チューブが膝周辺の緩みを抑制サポートします。固定力を調整できる2分割ボディです。膝裏は高い通気性と抗菌性のハイドラメッシュ素材を採用しています。